皆さんこんにちは。教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集は、人生において生まれも育ちも関係ないというお話をしたいと思います。逆説的な話を言えば、例えば、女王様になる人とかって言ったら生まれも育ちも当然関係ありますよあるんですけれども、一般人的にはその生まれも育ちも良ければ、もちろんそういう家庭環境において受けられる教育とか、食べ物とかそういったものも普段の生活って感じているようなものとは違うものを体験できたりすると心が豊かになったりとか、上層教育の部分でなるので、そういう意味では生まれも育ちも、関係はあったりはします。ただそれがあるからといってそれが人生の勝者になるのかというとそうではなく、それがゆえに自分の生きたい人生を生きることができなくて、レールに敷かれた人生を生きなくてはいけないタイプの方もいらっしゃいますよね。だからその人生においては自分が人生の主役であるということを決めるのであれば、どんなシーンにおいてどんな舞台においても自分が主役になるように自分が振る舞えば、それで人生は幸せと言い切れるだろうし、楽しい人生を過ごすっていうことになるんじゃないのかなっていうふうに思っているんですね。ただこの境地になるには私も散々いろんなことを考えてきたりとかはしましたし、特にちっちゃい頃なんかはなんでそんなにこうちにはお金がないんだろうとかっていうのね、考えてしたこととかもあったりしましたけれどもね、普通に例えば勉強とかも独学でかなり一生懸命やりましたけれども、塾に行かせてもらえる人とかがすごく羨ましかった記憶があります。小さい頃ですね。習い事をしたければ自分の、バイトで稼いだお金で行くしかなかったし、高校生の時もそんなに高いバイトとかできたわけじゃないので、参考書とか夏期講習のお金に消えてったっていう、記憶があるので、そういった意味でも、肥やしを作る段階の時代だったんだなというふうに私は理解はしているんですけれどもね。ただ、社会人になってお金を会社に帰属して勤め上げるということにおいて対価としてお給料をいただくっていうことを理解できるようになった時に、労働してお金をいただくっていうことが自分でできるようになる。そうするとあとはその入ってき方と出し方をどうするかっていうことで、到達的には自営でする、自分でちゃんと会社を作って運営するっていう選択肢の方に流れていくわけなんですけれども、その間例えば私は小学校の頃に、いろんな夢とかを見ていたし、世界中を飛び渡りたいというのを小学生の文集に書いたのは今でも覚えているんですけれども、だから最初通訳になりたかったんですよね。で通訳になりたくて、途中通訳になるにはどうしたらって、どれぐらい語学力を磨けばっていうのを勉強した時に、そこまでは私は無理だとか思ってね、通訳はまず初期の段階でやめました。だけど世界中を飛び渡るための仕事っていうのは通訳だけじゃなくてツアーコンダクターっていう仕事がありましたから、じゃあそれになりたいなと思って旅行会社に入ったのが、最初の旅行会社に入ったきっかけになります。でそれによって自分ももちろんいろんな世界も見たかったし、そういう皆さんが世界旅行をするお手伝いをしたかったっていうのがあって東京観光に入ったんですけど、天井に行く人っていうのは男性がね、当時はほとんどだったんで、カウンター接客業っていうところに私はなったんで、そこは叶いませんでしたけれども、逆にカウンター接客業でいろんなこうプランニングをすることによって手配アレンジメント、あと企画を作るとかっていう、そういったものの能力はものすごく身についたりとかしたんですね。だから世界中を飛び渡るっていうことはお仕事としてガンガンっていうことはその当時はなかったですけど、何個か職業経験を経て、
今また自営になり、全国をある程度自分で自由に飛び回れるようになったんで、世界の仕事をしたいというふうに私が本気で望めば、おそらく世界の仕事もできるんじゃないのかなというふうに思っているんですね。こんな自分を、そうですね、20年前、私が会社勤めしたのは20歳の頃だから、今49なので29年、約30年前ですかね。その間にようやく到達した境地です。だから、まあ思えば叶うっていうことですね。インテリアコーディネーターもやってます。住宅も狭くて、もうごちゃごちゃの荷物いっぱいの家に親子4人で住んでた記憶があったので、とにかく自分の部屋が欲しかったんです。勉強するのももう本当に狭い、スタンディングタイプの机のところと、まあ、参考書を置くその2畳ぐらいのスペースで私やっていたので、自分の部屋を好きに飾りたいっていうのと、まあ、広い部屋を自分でこう持ってっていうのがあったんで、家は買いたかったんですよね。まあ、30の時に、まあ、主人と名義は半分半分ですけど家は買っていますので、まあ、それも後でリフォームがしやすい間取りを最初から選んで買ってるんですけれども、まあ、それもちょっと大きな人生の買い物だったりとかはしていますね。だから、ローンでもちろん買ってますよ。だからローン払い続けてるんだけれども、そのローンのお金を貸してもらえるような、自分の会社勤めの経験だったっていうことで、その当時は家を買っているわけですよね。だからまあ、思ったものは思ったように手に入るし、そこまで大きなものじゃないにしても、こういう目標があるから頑張ろうとか、そういうことを考えるとちょいちょい願いは叶っていく。だから私はね、そういう大富豪の家でもないし、こんなところでもないから、そういう平凡な人生が終わるのよって言ってる人は当然平凡な人生で終わっちゃいますけれども、今の自分に何か技能を身につけたりとか、プラスアルファのものを身につけて自分自身が変わろうと願えば、世界は変わっていくと私は信じているし、実際に自分がそうでしたから、時間はかかっても必ずその行きたいところに行くことはできるなっていうのは実感しています。だから今の自分の境遇を嘆くのではなく、欲しい未来に向かってどういう努力ができるのかっていうのを考えて動いてみる方が、よほど建設的で楽しいのではなかろうかというふうに思ったりする高橋貴子でしたということで、ご参考にしていただければと思います。それでは。